モニック・ウィティックは、レズビアン・フェミニズムのランドマークとなる。モニック・ビティング、ビティックとも表記される。モニック・ウィティックは1935年に、フランス、オーラン県のダンヌ・マリーに生まれる。女性解放運動の創設者の一人となる。1970年8月26日、多数の女性たちと共に、無名選手の妻の名誉のため、外戦門の下に花束を置く。 この象徴的な行動はフレンチフェミニズムの創立イベントと考えられている。アカデミックな研究にも積極的で文学の短期プログラムの終了論文により社会科学高等研究員から PhD を与えられた。1971年パリの最初のレズビアングループであるグーンズ・ルーナスに参加。さらにラディカル・フェミニズムのグループ。 フェミニスツ・レボリューショネールにも関わる。1976年、パリを離れ、アメリカに渡り、多数の大学で講義をする。ツーソンにあるアリゾナ大学では、彼女は女性学及びフランス語の教授を務めた。2003年1月3日、その地で心臓発作のため死去。モニック・ウィティッグは、急進的なレズビアンを自称した。この感覚は、 ただ女性ばかりを描写した彼女の本の中にも見受けられる。誤解を招かぬよう彼女はこう述べている。私には女性文学なんてものはありません。そういうのは存在しません。作品を書くとき私は女性も男性も区別したりしません。意識するとしたら作家とそれ以外です。文学は性別に限定されないメンタルな領域です。 人は自由のための領域をいくつか持つべきで、言語はそれを許してくれます。つまり、性から解放された無償の概念を構築するということです。唯物論的なフェミニズム理論家。彼女は異性愛を政治体制とみなす女性神話を否定し、レズビアンが拒否する社会契約の基礎をアウトライン化しようとした。ウィティックにとって女性というカテゴリーは、ただ、 男性というカテゴリーとの関連性においてのみ存在し男性との関連がなければ女性なるものは存在し得ないのである。さらにウィティックはマルクス主義の批評的観点にも発展する。マルクス主義はフェミニズム闘争を妨げてはいたがフェミニズムそれ自体にとってはその異性愛のドグマを問題としなかった。こうした批評を経てウィティックは普遍主義者的立場を取るに至り、 個人の向上と欲求の解放が、性カテゴリーの廃止を余儀なくさせると主張した。ありがとうございます。